します。サニカ、おしゃれ。あ、結構おしゃれですね。なんかレモングラスのいい匂いが店内にしますね。お茶もくれました。何茶だろうこれ、美味しい。店内もすごい綺麗でいい感じですね。これでこの、ね、値段だったらすごい安い気がしますね。これ着替えある？あ、OK、あ、OK。あ、あ、日本語上手ですね。あ、ジャパニーズ上手。ベリーベリー。ちゃんと足も洗ってくれるんだ。ちゃんと石鹸で。このコミュニケーションカードっていうのを渡されて、部屋が暑かったら、部屋が暑いです、寒いです、トイレ行きたいです。痛いですっていうのがこうやってカードに書いてあって、これを渡してくれました。それに対応してくれる感じですね。すごい親切なお店です。カプンカー、カプンカー、 Thank you。アットイーズ、アットイーズっていうここですね。ここめちゃくちゃ良かったです。担当のおっちゃんもすごい良かったですね。本当気持ちよかったです。もう11時半ですね。あれ電車あるかな、電車があるかがすごい心配です。行く前に飲んだところがここですね。本当にマッサージがすごい近いところなので、ここ飲んであっちのマッサージ行きました。いい感じのとこですね。たまたま行ったところがすごい良かったです。ホテルに帰りたいと思います。あ、すごい綺麗ですね。イルミネーションがめっちゃ綺麗です。いや、果たして電車あるのかな、終電。最悪一駅なんで全然歩けますけど、うわめっちゃ綺麗ここ。何これ、すごいイルミネーションが、わーお、すごいめっちゃ綺麗です。通りましょう、せっかくなんで。もう電車はいいや、なくても最悪。あ、すげえ、すごいな、わーあー、すごいね。あー、すごい綺麗ですね。いい感じです。すごく綺麗ですね。さあ、行きましょう。電車あんのかな、本当に見るとこんな感じですね。すごい綺麗です。イルミネーションがエンポリアム、エンポリアムの脇ですね。すごい綺麗。近の今11時42分ぐらいですね。41分か。電車来るっぽいですね。みんないるのでよかった。いや、本当あそこのマッサージ良かったですね。あのおっちゃんすごいいい人で、東京駅着きました。この時間でも結構
交通量多いんですね。駅の上から見るこの交通な感じも、渋滞な感じも結構綺麗ですね。この時間でこれだけの交通量です。本当すごいですね。バンコクはずっと交通渋滞してます。さあホテル帰りましょう。はい、ホテル戻ってきました。ゆっくり休みたいと思います。